今回紹介するのは、カイリさんです。グラビアアイドル、タレントとして活躍しています。1993年、10月10日生まれ、この動画公開時の年齢は29歳。カイリさんはもともと、芸能関係のオーディションを受けていました。しかし、なかなか良縁がなかったようです。大手企業の受付所として勤めていた24歳の時、スカウトされ芸能界入りしました。2019年、 25歳の時に、ファースト DVD の発売をもってデビュー。同年12月からの1年間、格闘技イベントのラウンドガールを務めました。以降はバラエティ番組、舞台などにも出演し、活躍の場を広げています。趣味はサウナ、ランニング、旅行、特技はダンスです。カイリさんは、かつて出演したバラエティ番組にて、男性の心を射抜くテクニックを披露したことがあります。 男性が好む服装として露出は少ないもののボディーラインが強調され清純な印象を与える白のニットワンピースを着用髪を言う仕草や自然なボディタッチによるアピール身につけているピアスが300円と言う安価なものであったりメイクポーチとしてジッパ付きのポリ袋を使用し意図的に親近感を与えました色気のある女性でありながら素朴で家庭的な女性を演出したのです これに対し、共演者の男性陣から、高評価が相次ぎました。美人で、スタイルが良くて、男心を手玉に取ることができる女性。それがカイリさんです。カイリさんの手のひらの上で踊らされたい方はどのくらいいますかコメントで教えてください。カイリという名前は、人気ゲーム、キングダムハーツのヒロインである、カイリが由来だそうです。ゲームするのを、というギャップもまた魅力的ですよね。 今回の内容は以上です。この動画が面白かった方、カイリさんをもっと知りたくなった方は、高評価を押してください。動画の感想や要望があれば、気軽にコメントしてくださいね。このチャンネルでは日本の美女をはじめ、世界の美女を紹介しています。興味のある方はチャンネル登録がおすすめですよ。またね。